はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけれども、カルディコーヒーファームで買ってまいりました。こちら、チン麻婆豆腐でございます。こちらなんかすごい本格的なね、麻婆豆腐の味がするらしくて、中国人の方が食べるとですね、中国で食べる麻婆豆腐と同じ味がするということで、こちらを食べたいなと思っております。なんかね、すごい辛いものが食べたくて、辛いものが食べたいなと思ってて探して、ちょっとこれにたどり着いたという感じですね。相当辛いらしくてですね、辛さに敏感な人やお子様は十分に注意してお召し上がりくださいと。なんかここに書いてあります。大辛だそうです。相当辛いらしいです。ではこちらをやっていきたいと思います。これね、結構ね、500円ぐらいして高いんだけど、3回分入ってんの。ではそのうちの2回分を使いたいの。まあこんな感じのタレと、あと山椒ですね。山椒が入ってます。まずひき肉を炒めます。あと長ネギも、ね、一緒に炒めます。で、そうしましたら、水を入れます。水を入れて、でこの、麻婆豆腐の素を入れます。で、豆腐も入れます。豆腐も、これで5分煮込むそうです。最後に水溶き片栗粉で仕上げます。で、この付属のね、山椒をかけます。おー、すげえ。完成です。辛そうだな、これ。すごい本格的な味がするそうでございます。これ一時期ね、もう売り切れでね、全然買えなかったんですよ。これそれは今はブームを去り、買えるようになったので買ってみましたけど、それでは、チン麻婆豆腐いただきます。辛っ。でもうまい。でもうまっ。
これはうまいな。辛いけど、いや辛いぞ、でもうまいぞ。ではオンザライフね、オンザライス。いただきます。あーうまい、ご飯に合うわ。うん、辛い。山椒の辛さが喉にくるねこれ。じゃあ乾杯。あでも夏にいいわ。暑い時こそね辛いもんね。今日はこのチン麻婆豆腐の素の以外にね、あの火鍋の素とかも買ったの、カルディで。いいね、コロナでさ外出できないから、こういうので本格的なのがね食べれると。あのレトルトの麻婆豆腐の素としては相当あの優秀な分類に入ると思いますね。うん、でもほんとうまいわ。辛いけどうまい、これほんと。美味しかった。これはリピ決定だね。それではちょっと待って、はい、それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。